いやー今ね嬉しくて家族に電話しちゃいましたもうそれくらいねあの本当によかったうんはいえ今落ち着いてきましたがまだ興奮してますようんえ皆様の速報コメントちょっと読んでいこうかなと思いますはいえー、っとレモンみかんさんどうもですおはようございます日本21でスペインに勝ったよ ママジジでですすかいいややなんですよ、うん、いやもう最初はもう、ね、勝てたら奇跡かと思ってましたけどでも日本結構良かったですよ。うんえー、マジですかスペインボール回してたから、えー、真剣味がいまいちだったかな、うん、本気出したら日本が勝てない相手スペイン油断したねサッカー好きなハビエル・フェルナンデスさんはオーマイガイでしょうね。 うん、そうですよね、本当。でもスペインも一応決勝戦はトーナメントはいけるということなんで、うんまあ、そこでもう一回日本が当たりますかね。うんえー、藤原馬子さん、おはようございます。えー、かぶくん、本当に日本勝ったんですね。本物なんですね。うん、寝ぼけていたのかと思いました。全く興味なかったのに、頭がぼーっとしています。えー、8時から仕事なのに、どうしても、あそうなんですね。うん、今日は大変だわ 株君夢ではないですね。万歳かなまたね。うん。いや、仕事ほんとね。うん。いやー、もうほんと興奮ですね。でも今日は皆さん、逆にすごすぎて、えー、とっと、ぼーっとしちゃう感じがね、ありますね。うん。はい。えっと、マスミンさんもおはようございます。えー、あれは俺のコースなんで絶対決めてやると とアン選手、をかっこいいですね。うん、かっこいい。田中選手、2点目やった、日本代表、感動ありがとう。うん、今、ベルギーではね、あの衝撃を起こしてます。今、本当にね、衝撃ですよ、皆さん。うん。あの、あなんだっけ、えっと、なんでこんな結果に皆さん驚いてます。えー、で、ベルギーは本当敗退らしいですね。うん。えっと、ベルギーがあのかなり、えー、ちょっと、なんかもう、 暗いおつや的なな感じになってますね、うん、レモンみかんさん、あそう、レモンみかんにしてみれば、カブくん、調べてくれてありがとう、そうなんですよ。これね、のえっと、YouTube のね、えー、名前の方なんですよね。これを、えっとね、あの、まあ、なんだっけ、えー、なんだっけな、そう、ローマ字とかにしないと、なんか、ダメらしいですね。うん はい、ゆうのえやさんどうもです。か、え、ぶ、ー、さん、日本勝ちましたね。いい朝になりました。まだ寝不足の日々が続きそうですね。嬉しいですね。うん。いやー、本当なんで、まあ日本、特にこれから仕事とかいうことなんで、結構大変な感じですけど、いや、今日はもう、そこらかしらのか、電車の中も全部もうお祭りですね。うん。でも、コスタリカに負けて、ね、スペインとドイツに勝つって、なんか、すごいですね、本当ね。うん。なんかほに大盤狂わせですね。 うんえー、レモンミカンさん、えー、もう一ですカブ君スペインに勝っちゃってよそうなんですよ、嘘ベルギー予選敗退、嘘そ、うなんですよ、なんかベルギーは今回、あの同点で0-0だったらしいんで,で、結果的に予選敗退ということになったらしいですね、うん、あのクロアチアとの戦いだったらしいですよ、うん、で、今あの、ベルギーも完全に <laughs> 沈んでおります。はいえー、っともう本当にもう皆さんもう <laughs> もうね怒りというかもう怒りではなくてもう完全にもうしょぼくれてますねうんはいでもちょっと僕は、えっと、日本が勝って <laughs> 嬉しいんでうんねいやもうこの調子でもうねあの本当ね日本も勝ってってほしいですねはいただねあの今回日本の2点目についてがちょっとが議論してるみたいですね今ねなのでそれがちょっと何か言われているんですがあれは完全にもうゴールが ゴールあのボールが出てる感じはしたんですけどね僕もね、うん、いやーでもねとりあえず嬉しいですねはいそれでは、えー、速報2番、えー、2、えー、皆さんのコメント読みありがとうございましたこれで以上です